皆さんこんばんは。石丸慎二です。本日は急遽の開催なんですが、ミートアップオンラインにご参加くださいまして、誠にありがとうございます。えー、っとですね、なんで急遽開催したかというと、全然いい話じゃないんですよ。完全に悪い話です。ただ、何か言っといた方がいいんだろうなと思って、とりあえずライブ配信をしています。 何かというと,と、うちの実家、あと僕個人宛てに、いわゆる殺害予告があったっていう話なんです。で、そのね、内容というか、極めて悪質で、 注意喚起というか、何かしら参考になる、なればなと思って、今、メッセージを送ってます。順番に行くと、7月12日金曜日、先週ですよね、の16時台に、秋高田方市役所の代表メールにメールが行ってるんですよ。まあ、メールの連絡先が他にないからそこに送ったんだと思うんですけど、その内容が、 僕、個人のね、石丸晋二と家族を殺害し、家に放火しますっていう内容なんですよ。件名からして。で、その中に、ご覧のなんかネットで出回ってますけど、うちの実家の住所まで書いてあるんですよ。電話番号とあ。もちろん、もう警察に被害届も出してます。っていうのが、まあ今日、 実家にまず連絡が昼ぐらいにあったらしくて、で、母親が僕に連絡をしてきたんですよ。どうしようみたいな。で、も親にその対応させること自体が嫌だったんで、あの、警察に僕が連絡をして、で、被害届けをもうすぐ出すという話になったんですけど、あの、郵送とかネットの対応がないらしいんですね。で、やむを得ず、広島県内には住んでるんですが、 自分の兄を吉田明高方氏の吉田警察署まで使わせて行ってもらってでこの夕方に被害届を出したという状態です。でなんというか何が原因で何が動機かも全く分からないんですよ。 こういう類っていうのは。ここに書いてある文面がどこまで本当なのか、嘘なのか、で、愉快犯なのか、全くわからないんですけど、ただそこに書いてある内容が、僕のネットニュースを見たと。で、これ何個かあるんですけど、動画を見たかうん、ネットニュースを見たか。 ってなったときに、明らかに今のこのインターネット、まあ YouTube、他の SNS で妙に拡散している悪ノりの動画が何らか影響している可能性があると思うんですよ。たときに、その発信元であるマスメディアでそれを展開している人たちは、やっぱり慎重になった方が いいですよねあの多くの人に伝わる中でそういうことをやってしまう人が出てくるんですよ母数が増えれば増えるほど一定の割合でねた時にさあもちろん何が直接的な原因か分からないんですが影響するってのは分かりますよねであのさすがにほのめかすとかじゃないですよ具体的に 僕自身と家族を殺害し、家に放火するって書いてあるんですよ。これ以上ない悪質な脅迫文だと思います。でまあ、これはもうあとも警察に任せるしかないんですが、そういう影響があるっていうのを改めてお知らせしといた方がいいんだな。で、これはもう、あの、担当職にマスメディアに対して言ってますからね。これまで、 あの大枠許容してきましたけどしかし今のこの情勢責任がないとは言わせないですよあれだけ切り抜きしておいて、うん、そこにね悪意が見える形で放送しておいて、まあ、もちろんそれが全てだとは言えないし分からないんですけど こういう事例になるので、今回の話、あの、自分の話だけじゃなくて、一般論として、うん、あの、度が過ぎるなんてもんじゃないですよ、今回の例で言えば。あのね、なんか夜道に気をつけろというような、ちょっと脅かしてやろうというものじゃなくて、明確な害意が記されてるじゃないですか。っていうのは、ちょっと改めて、この、 ネットを介して、マスメディアも含めてですよ。地上波とか新聞とか関係なく、今ネット使うじゃないですか。それぞれが SNS のアカウントも持ってますし。で、なんなら動画も配信するわけなので。うん。というのは慎重になるべきだと思います、ね。で、それがわからない人間がいるとしたら、情報を扱う資格ないですよ。 自ら発信するという立場においてね何なら発信するというかその情報を拡散するという立場においてですまあ個人もね気軽にできる時代なのでなかなかその責任っていうのは捉え難いのかもしれないんですがうんで何がね現実のものになるか分からないですから今僕は今かなり自分の感情的なものをものもありながらか,かといってこれで でまた変に刺激をしてよがらぬ連鎖とか、ね、変な方向に暴発させてはいけないなと思ってな、うん、話してるつもりではあるんですが、まあ、ただ、ちょっとこの今日の昼からですねその対応があり今に至ってるのでこれは、うん、なんだか発信した方がいいのかなと思って今、このライブ配信を行っているところです。まあ たぶん警察が対処うまくしてくれると思うんですけどうんという話でした全然いい話じゃないですね、はあ、疲れた4年後僕が都知事選に出るってなったらどういう状況になると思いますダークホース的な扱いいいや本命でしょ 自分で言うのは恥ずかしいけど。うん、まあ現職がね出る出ない分かんないですけど。うん、しかし4年経った時45歳。大本命じゃないですか。普通に客観的に言ってですよ。その時にメディアは扱わざるを得ないんですよ。でしょ、うん、だからここから知名度を上げるとかもういらなくて。単純に。 ほむしろほ逆なんですよ、ほっとけば自分がもてはやされるんですよ、この順番、順番、行列に並んでいる順番でいくと、ターンがくるんですよ、ねあの。自分のターンがくるところで、今、ゲーム止まってる。って考えたら、うん、あの時き、ちんと、ね、一番有利な局面で手を打っとく。 戦術っていうのがありになるんですよ。4年経ちました。何て書くのかな、メディアは。雪辱なるかって書くのかな。まあ、恥じゃない。恥を注ぐか、雪辱は。まあでも、まあ言葉としてね、雪辱なるかとかね、リベンジとか、言葉が踊るわけですよ。だった時に、どのメディアも取材したい。ただ、ね、いや、日テレはそういう態度をとってたんで、絶対に取材を受けませんから、一番最初宣言する。 オラ困るでしょ日テレどうしますその時の偉い人。スポンサーからも怒られますよ。今回のスポンサー、どこついてたか知らないですけど、時間帯。ね。日テレ、まあ、どこ、じゃあもう一個開けますでしょう。TBS にしようか。TBS の取材、まあ、一切受けません。ね、あの開票速報の後のリレーのインタビューも入れません。告示前も告示後も、一切シャットアウトですって言ったら。 もうビくりでしょ、今から。考えてなかったでしょ、おそらく、認定の方。考えてましたうん。考えてるとしたら対応が変わるんじゃないですか。うんー、だからテレ朝でもいいですよ、テレ朝。あの、1時間20分のインタビューをアップしないんであれば、もう二度と取材を受けません。金輪際です。4年後も。コラ困った。ね。 ものすごいカウンターが来るでしょで、そのカウンターを予見してないっていうのが油断なんですよ。おごりなんですよ。どうせ許されるだろうと思ってますよね。うん、じゃあ、テレ朝が、あの、フルの動画をアップしない限り、テレ朝の取材はもう二度と受けないです。ってしとこうか。どうするんだろうな。やむなしっていくのかな。まあ、4年後だからいいのか。4年後にはもう責任者も変わってでしょうからね。うん、でも、残ってる人は地獄ですね。 だって4年後にまた掘り起こされるんですよ。自分たちのね、恥ずかしい部分が。で、みっともないメディアがいましたって言って、吊るし上げられる。ね。これが戦略ですよ。自分の立場が強いか弱いか、どこに置かれてるのか、常に意識して動くっていうのはこういうことなんですよ。あまりに無邪気すぎますよ、マスメディア。 まあ別にコメンテーターの方は個別に吊るし上げるとは思わないですけど。<laughs> ね、コメンテーターはコメントするのが仕事なんで、それぞれ好きにコメントされたらいいんじゃないですか。それは別に構わないんですけど。ただ、それを企画するテレビ局は責任大きいと思いますし、うん、メディアとして襟を正さないと自滅するだけです。これ、あの、潰したいから言ってるんじゃないですよ。そういうことをやってるから国民の意識はだだ下がりだっていう、これ2回目ですね、言うはい。そういう思いです。 じゃないとです。じゃないと、国民の意識が変わらない限り、政治なんて立て直せないんですよ。政治家ね、誰かが頑張る話じゃなくて、国民が頑張る話なんです、政治再建ってのは。で、そのために、どうしてもマスメディアの奮起が必要なんですよ。他ならんで、ね。うん。なので、4年後をちょっとは考えて、今からしっかり起動、軌道修正、なんだろうな。うん。あの、 あるべきメディアとは何なのか、ジャーナリズムとはっていうのをもっぺん考えてほしいなっていうふうに思っています。